東京2020オリンピックが閉会した翌日、ホストタウンとなったボリビアの選手団と東立花中学校の生徒会でオンライン交流が行われました。都のオリパラ教育の一環でボリビアの学習をしてきた生徒たちは選手たちへ応援メッセージ動画を作成し、区では国を紹介する展示を開催するなど交流を深めてきました。この日、選手村、中学校、区役所などでオンライン上でつながることができました。選手として参加したのは陸上女子競歩 20km に出場したアンヘラ・カストロ選手。生徒会の皆さんはこの日のためにさまざまなおもてなしを準備しました。ボリビアの有名な食べ物サルテーニャや伝統衣装を着たアルパカなどを描いた黒板アート、そして選手団の皆さんへ生徒会みんなで考えた質問を行います。ほら、日本にはどのようなイメージがありますか？Bueno, aparte de lo tecnológico que es, 印象としてはやはり、すごくハイテクな、国だということと、あとはやはり、建物の様子が全く違うというふうに感じました。そしてやはり先ほども申し上げましたけれども、国民の皆さんの、キャラクター性質がとても優しくて、困っていたらすぐにでも助けてくれるような親切な方々で、本当に家族のように感じたというのが印象です。日本人といえば誰を想像しますか？生きろ。知っている日本語はありますか？ありがとう。生徒たちの質問にボリビア選手団の皆さんは丁寧に、そして笑顔で返してくれました。最後に盆踊りを披露し、みんなの気持ちが一つになりました。交流を続けてきた生徒たちはボリビアの選手たちを見たいっていう思いでその開会式を見ていたので、出てきた時は家族みんなでうわーって盛り上がって一緒に笑顔になりながら見れました。コロナ禍でやっぱ直接会えないっていうことになって、自分たちがどうやったら伝えることができるのかを考えるために、自分たちが考えたそのダンスとかで一緒に踊ってくれたりして楽しくできたと思います。実際交流することで海外のことを学べたりとか、交流が深まってすごいいい経験になったかなって思います。今回の交流を通じボリビアとのつながりが一層深まることが期待されます。